レジャープレジャーでのワンマンライブ、終了いたしました。来ていただいた方々、なかなかね、行きたかったんだけど来れなかったっていう方々、心の中でね、きっと応援してくれてたと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。もうね、すごいライブでしたよね。面白かったですね。まあもちろんね、あの5人でのライブではもちろんのこと、はい、なんか、うん、僕らが一緒に座ってる間に、うん、とんでもないおばちゃんが来たみたいで、きつかったっす ねなんかね、名前なんだっけ、なんだっけ、淀川なんか千恵子さん、淀川千恵子さん、きつかったね。いやーね、パンチがあったね。パンチがありますけれども、まあね、まあそういったね、いろんな方々に愛されている千恵子さんでしてございますが、はい、ね、愛されている結果が10月の14日、はい、エラフォーレミュージアム原宿でワンマンライブが決定。イエーイイエーイ。今年最後の大きなイベントとなっております。はい、はい、12月の14日もうクリスマスも近いですよ。そうですね、うん、ね、イヤーエイドね、そうなんです、イヤーエイドってことでね、うん、今年最後っていう意味で、赤ちゃんからおおおじいちゃんおばあちゃんまで楽しめるイベントですよ。そうなんですよ、うん、原宿ってね、若者の街なイメージがあるでしょ。そんなわけないんだよ。そんなことないよ。そうなんです、子供からねお年寄りまでね、全員来てもらおうじゃないの。そうですね、はい、多分ね、来づらいっていうイメージもあるんですよ。直樹なんてね、原宿なんて行った最近。行ってないでしょ。うん、山田行った最近。俺原宿住んでる。もうなんでそんな嘘つくの。すいませんでした。やられたら嘘つくの、お前ね。でもあのこういったね、あのクソみたいな人間でもね、おそんなことはそんなことはないですけど、はい、もぜひですね、あの子供から大人まで、楽しめるライブを作り上げますので、はい、ぜひ来ていただきたいなと思います。その日は、うん、5人だけではないですよね。はい、総勢何人ですか。総勢9名9名バックバンド4人つきますからね。はい、ね、迫力満点でございます。そうなんです、ビールバンドね、おなじみの方が、はい、来ていただきますので、うん、ぜひあのいつもとは違った、そしてね、原田塾ということでね、はい、全員がもしかしたらチャラい感じに起きてるかもしれない。チャラ男が、チャラ男が出ちゃう、チャラ男のためのステージです。そう、やるかもしれませんので、はい、ぜひですね、11月16日、これがあの一般発売になっておりますので、うん、ぜひ、お買い求めいただきたいなと思いますし、はい、順次、チェーズガーデンのライブでもお買い求めできるような体制をとっていきますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はいはい、それではご来場お待ちしております。ありがとうございました。バイバイ。